続いて池崎選手へのメッセージ、いただいております。まず池崎選手への印象いきましょう。和歌山秀臣選手です。めちゃくちゃ貴重面な人だと思います。まあ今回まあ選手村で同じ部屋っていうのもあったんですけど、部屋めちゃくちゃ綺麗ですし、まあ練習とかそういった時にこうラグ車の周りであったりとかタイヤバックとかもすごく綺麗に整頓されてるので、すごく貴重面なところはすごく感じます。まあ本当に同じ部屋で、でまあ大きな体で近づいてくるんですけど、いや体でかいねって言った時よりも、いやいい色に焼けてるねって言った時の方が、ありがとうみたいな、ちょっと笑顔見せるんで、そういうところはまたちょっと面白いところなのかな。ということで和歌山秀臣選手からのメッセージでした。池崎選手、いい色に焼けてますね。ちょっと電話貸して。ちょっと和歌山に電話して。続いて橋本勝也選手、最年少の橋本選手です。普段は口数が少ないんですけれども、コートに立つと周りの選手を、引っ張っていってくれる、周りの選手にたくさん指示を出して、引っ張ってくれるので、とても心強い存在です。プライベートでは僕をはじめとして、僕はなかなか地方の選手なので、なかなかないんですけれども、関東の選手とかだとプライベートで一緒に食事に誘って交流を深めてるっていうことを聞くと、ちょっと意外な一面というか、競技をしている時とはちょっと違う一面が見れるっていうのはすごく面白いというか、意外だなっていう意外性はすごくあります。最年少橋本勝也選手からのメッセージでした。自分のパフォーマンスだけではなくて、若い選手にこうベンチでね、スタンバイしてる時にはいろいろとメッセージを伝えたりとか、戦術をね、ヘッドコーチに継ぎながら、このコート上では自分で指示を出したりというね、そういう兄貴分的なところは本当に光る存在ですよね。もうそう思ってもらえるのはやっぱすごく嬉しいですけど、やっぱりそのバスケットはやっぱ違うのは、世代交代がやっぱなかなかうまくいかないんですね。競技人口が少ないから。だから今ある人をやっぱりしっかり育て上げなきゃいけない。自分たちが良ければいいじゃなく、やってきたことをやっぱ伝えて、それをまた次につなげてっていうことをしなきゃいけないので、持ってるものはやっぱり全て伝える。でも僕はあんまり口下手なんで、俺のプレーを見てしっかり学べよっていう。そういうところでちゃんとできることを伝えれることは伝えてますけど。東京2020大会を経てどうですか？もう次回大会に向けての思いなどは固まってますか？いかがですか？思いはもちろんあります。はい、パラで成し遂げたかったことはパラでしっかり返すと。なんで東京で目標達成できなかったんで、パリでは目標を達成する、そのためにっていう、今は前向きにっていうことで考えてはいます。嬉しいな、池崎選手の現役続行宣言は嬉しいですけれども、もちろん赤石選手は最年少で銀メダルを取りましたから、次のパリへの思いもう始まってんじゃないですか？そうですね、本当に今池崎選手が言ってくださったように、パラでの借りはパラでしか返せないと言ってくださったように、僕も3年後のパリで、銀メダルに終わってしまったので、銀メダル取れたとも言えるけど、金メダルを取れなかったとも言えるので、だからやっぱりその借りはアメリカに対しての借りは次の3年後に返さなきゃいけないなと思っていますね。はい、このインタビューを通じてもう若石選手のコメントが変わってますもん。金メダルを取った喜びから池崎選手の言葉を聞いて、いや俺たちも金を取るんだっていうように気持ちが変化してるのもね、この対談でまたこう車椅子このパラ競技が盛り上がっていきそうだなっていう気がしますけれども、東京2020大会はこの先につながっていく通過点だと思いますけども、パラスポーツの普及というところではいかがでしょうか？そうですね、一応メダルを取ったっていうところで、たくさん応援してきてくれた人たちに本当にメダルを見せて
ありがとうっていう本当に感謝の気持ちを伝えたりとか、まあ本当そういうことをあの今ずっとやっぱりやってはきてて、練習よりも今はそっちの挨拶とお礼っていうところをしっかりやってきて、この間メダル学校行った時にもう一言生徒に言われた言葉がすごく印象的で、銅メダルを見せて、うわ金メダルみたいって言ったんですよ。もうジーンと来ちゃって、そういう子供たちにはなんか金に見えたのかな、見てくれてるんですよ。やっぱり もちろんバスケもそうだし、ラグビーを見てくれてて、実際触って持って金メダルみたい、もう本当泣きそうになりました。自分たちはそういう目で見られてるんだなって、ちょっと胸を張ってもいいのかなってちょっと気持ちが軽くなりましたね。僕はだからその今の金メダルやんっていうのは、我々は金メダルですよ、銀と銅ではないですよ。我々はこの夏その感動をたくさんいただきましたよ。本当にあの視聴者の方に代わって、あのお二人やもうこの両スポーツ、それからいろんなパラスポーツに関わる皆さんにお礼をね申し上げたいなと思いますね。赤石選手はどうですか、この東京2020大会を通じてこう感じるものっていうのは。そうですね、本当に何だろう、この東京パラリンピックを見て、車いすバスケを知ったと、車いすバスケすごい面白いと、見てて楽しいとっていう風に新しくファンになってくださった方が本当に多くいて、まあ、SNS を通じてそういった声を、まあ、無観客でしたけど本当に聞いたし、そういった方々の応援を本当に感じてて、なんだろう、メダルを取るって自分たちのためじゃなくて、そういった応援してくださった方への、なんだろう、やっぱりこう、感謝の印なんだなっていうのは正直思って、本当に感謝の気持ちを示すために僕らは結果を出し続けなきゃいけないなって、それが義務だと思うし、やっぱり彼らにがその憧れられるような姿を見せ続けることこそが日本代表としての使命なのかなというふうには、ちょっと今日の対談を得てそう感じましたね。池崎選手、そして赤石選手、車椅子ラグビー、車椅子バスケの選手たちがこう思いが通じ合って、さらにこれが3年後のパリ大会だけじゃなくて、パラリンピック大会だけじゃなくて、この競技を楽しんでる人だったり、この競技のファンの方にいろんなメッセージが届くんだろうなっていう、そんな貴重な時間だったなという気がします。ということで、クレイジーアスリート東京パラリンピックスペシャル、車椅子ラグビーの池崎大輔選手、そして、車椅子バスケの赤石龍河選手にお越しいただきました。お二方ありがとうございました。ありがとうございました。